よいしょ、よいしょ。はい、こんばんは、藤島です。マチカフェ TV 酔っ払ってます。あっち、いや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 、まあ、そういうことで、どういうことかというと、そういうことで放送していると、風が気持ちいいですね。ちょっと生暖かい、まあでも涼しいのか生暖かいのかといえば、どっちかといえば涼しい方ですかね。東京の、ビルの間の風ですからね。まあ地方の本当にこう、まあ例えば北海道とか東北とか北陸とかいう人の夕涼みで言うと、全然違うでしょうね。もう東京のこの今、9時、もっと時間経ってるんですかね、まあ高知県でも朝晩は涼しくなるけど、東京は蒸し暑いですからね。はい、やっぱそういう放送です。まあ政治はね、僕では変えられなかったけど、山本太郎さんは変えられる可能性があるのかなと期待しますよね。本当に期待しますね。彼は優秀だし、意欲もあるし、才能にも恵まれてるし、羨ましいですよね。若い、かたや才能もないおっさん、死んでしまえというような藤島ですね。はい、ありがとうございます。酔っ払ってますね。まあ私にも少なからず支援者の方いますしね。私の支援者に、まあ、恥をかかさないようにと思うも何も恥をかかせ続けたわけですけど、まあ、私を応援してくれてる人にとってみれば、何やってんの藤島とは、いかにせよということなんでしょうね。まあ何もやってないよというよりも、何もできないというよりも、ガチャガチャあがいてるけど何も結果につながらないというのが本当のところですよね。絶えずいろんなことをやってるんですけど、本当の結果、すなわち経済的利益を生む結果につながらないと。まあだからそれは過去にそれを否定したからダメなんでしょうね。都合よく過去には経済的利益は負わないと、政治的活動だけでいいんだと言い放ちて、そのまま活動しておきながら、今となって借金ができたから経済的利益を求めるということも
まかりならんということなんでしょうね。うん、わかりますね。まあそんなことで、ちょっと今風に打たれて、余裕を覚ましてるところですね。仕事の今日は仕事の関係で、いろいろご一緒になって、まあ、私自身は今お金ありませんからね、だいぶおごってもらいましたということですね。まあでも何のかんの言っても今日は幸せから出してもらったけど、しょうがない時は出す時もあるしね。まあどこまでご理解いただけ どこまでご理解いただけるかどうかそれは分かりませんけども、頑張りますというところですね。いやー、でもいい酒やったな。さは去りながらか。まあ、なるようになれというのはちょっといい加減な言い方ですけども、物事というのはなるようにしかならないよというのは真実であって、それはもうなるに任せるしかない。いろんな意味で なるようにしかならないんだから、あんまり気張らずにやんなさいよというのは、これは私は真実だと思いますね。あんまり気張りすぎても良くないしね、できないから。まあ最近参議院選挙が終わっていろんな結果が出てますけど、日本の国がどう流されていくのか、ね、やっぱりどうしてもそういう表現になりますよね。まあ今の安倍総理大臣に、国の、主導権は渡したとしても、舵取りは渡したとしても、もう間違った方向に一直線というわけにはいかないので、やっぱり抵抗を続けるっていう人たちの、いわゆる野党のやり方は全くそれはそれでいいんですけど、野党もね一つにならなきゃしょうがないと、それも言い尽くされたことで、まあなんかでもあの枝野幸男を見てると、民主党の時の官房長官の時に与党がこんなに忙しいとは思わなかったとかね、経済産業大臣の時にあの宇宙人みたいな防護服を着て、自分が現地視察に
宇宙人みたいになっていきながら、すぐさま健康に影響の出るものではないみたいなことを言ってね、じゃあ後々影響出ればいいのかと。原発の被害、放射線障害の問題の根本は数年後、何年後、十数年後、数十年後に影響が出ますよというのが原子力障害の根本だから、そういうのを背景において枝野幸男が民主党政権の時に原発事故、東日本大震災の時にすぐさま影響は出ないというようなことで国内の沈静化を図ったという意味合いはあるにしても、私は認められないものがありますね。はい、未だに正直言ってあります。もし枝野が若い頃にもあったと思うし、年も一緒くらいだし、枝野幸男が本当に原発をやめるということで脱原発でもって野党を統一するということに方針を打ち出したならば、いくらでも協力は惜しみませんけど、今ははっきり言って私がやる気のないように見えるのかもしれないけど、もう何をどう応援しても一緒だよね。応援する必要はない。枝野の今の立憲民主党が母体にしている連合は原発を安全利用するぐらいにしか考えてないからね。どうのこうの言ったってすぐに廃止とか言えないんだから、自分たちの労働者を守るため、自分たちにお金が回ってくることが大事なんだから、原発なんてさっさと廃止すればいい。その意見は私は変わらないからね。以上です。皆さんも枝野幸男に原発捨てちまえと、いつまで電力総連に頼ってるんだと、そんなに労働貴族で飯が食いたいのかと言ってやってください。ということで、おやすみなさい。野党の統一というよりも脱原発で行きなさいということですよね。右でも左でもどうでもいいから、脱原発、原発はダメなんですよ安保上ね。それはもう皆さん勉強してください。